はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。バンコクの T2BKK です。今回はまた、ハリー・ケラハンがご案内いたします。今回もですね、また、アメリカの、軍用のね、自動小銃をご紹介したいと思います。今回はですね、こちら、M14 SOCOM というものなんですけども、シマっていう会社が作っている、シマの方では、CM032A と呼んでる銃なんですけど、まあM14 SOCOM といった方が一般的かもしれないですね。この M14 というのは、ベースはですね、第2次やっぱり、世界大戦ね、前ちょっとご紹介したトンプソン、こちらと同じ時代にですね、これの原型になる M1 ガーランドっていうね、装弾数8発の、自動小銃があったんですけど、まあ、当時はね、マッカーサーに言わせると、陸軍を変えるほどの、貢献をもたらした偉大な銃であるというふうに言われておったようですが、まあ実際現場ではね、相談数が8発しかないっていうのと、特殊なね、クリップを使って、上から、8発の弾丸を入れるんですけど、その時にね、いろいろ操作不良があったりとか、現場では、ちょっとね、難があったようですけど、でそれをベースにですね、1980年ぐらいだったかな、アメリカ人の、海外での人質事件救出作戦というのが必要になってですね、その時にアメリカ軍の中にSOCOMというね、スペシャルオペレーションコマンド特殊作戦部隊かな、そういう組織が作られたらしいんですよね。でそこで使うようにこの M1 ガーランドをより発展させて、さっき言ったその相談がしにくいということで、見てみますと、この通り、前はね、第二次世界大戦当時は上から8発の弾を込めておったんですが、下にマガジンをつけて相談数をもっと増やしたんですね。クリップで、弾を込めて相談するとき、指を挟んだりしなくていい、進むようになったと。相談数も増えたと。ね。ちなみにこれはそれをベースにしたこれエアガンなんでね。このマガジン自体は400発かな。400 rounds magazine M14 SOCOM based on M1 Garand The length of the rifle is 940 mm and barrel is 540 mm. Weight is 3.6 kg. 全長940 mm 94センチですね。1メートル弱。で、重心長が54センチ。うん。この間トンプソンより、若干ね、どうかな、倍ぐらい、まあ、倍までいかないけど、1.7 倍とかぐらいの重心長があるので、もう命中精度は高いと思いますね。前のトンプソンと一緒で、これね、木製ストックみたいに見えますけど、実際にはこれは強化樹脂で、純粋な木ではないです。でも木よりね、かなり丈夫で傷もつきにくいんで、実際の木よりは僕はいいと思いますけどね。で、ここはまあ引き金のところですけど、ちょっとね、これが変わってて、ここがロックなんですけど、で、ここのスイッチがですね、ここね、ここのスイッチ、これがですね、セミオートとオートを切り替えるスイッチになってまして、やっぱりこれも作りはやっぱり現代の自動小銃に比べるとちょっと古風な作りですよね。古風で武骨な感じで、オープンサイトで、サイトはね、リアサイトの方は一応左右上下調整が可能と。このセミフルのスイッチはちょっと後ほどね、ちょっとアップで見ましょうね。ちょっと反対型見てみますね、これね。はい、こちら反対側ですけれども、まあ、ひっくり返したところで刺して、変化があるわけではないんですけど、まあこれ先端のね、マズル、もう銃口のね、先端部分のこのマズルカバーがね、なかなか武骨でかっこいいなという感想なんですけどね。うん。で、ウェイトは、3.6 キロ。だから、トンプソンよりは若干軽い。ね、トンプソン約4キロぐらいありますからね。これは 3.6 キロ。ね、パワーは若干トンプソンより落ちますけど、精密射撃がね、トンプソンよりもさらにしやすいんではないかなというふうに思ってますね。うん。はい。まあ、これが一応ね、M14 SOCOMの前景ですね。うん。はい。はい、じゃあね、もう一度、これがね、ロック、安全装置、セーフティーロックオン、セーフティーロックオフ。We can shoot by this. Now is off. Safety lock on. We cannot pull the trigger. We cannot pull.Lock safety 安全装置解除 Safety lock off. We can shoot. Trigger can pull. What do you got? Cannot pull. This is a safety lock on. And this one is a switch to semi-auto. This is a semi-auto. And then this one come up. This is full auto. Full auto and semi-auto. Changing switch is here. Okay, full and semi. Right. And this hook.マガジンをね、抜くときにこのフックをね、今倒れてますけど、これをね、立てて、そして、ちょっと斜めに抜くようにマガジンを取りますと、マガジンが抜けます。ね。これで、140発、400発。400発ですからね、かなりの相談数。400 rounds BB. This magazine has 400 rounds BB capacity. And we have a two-way to feeding. Use this move, or we have we call Mickey Mouse. Put here, and then we can now fully ready, so it's not necessary to move, but we have a two-way. This move this or use this to feeding the BBs. Okay.Very nice. とってもいいですね。うん。でね、また、装着するときには若干、斜めから刺すように入れて、でこれで OK とね。はい。これで、一応発射準備完了ということです。じゃあね、ちょっとね、弾速チェック、あと命中精度チェックやってみたいと思います。はい、じゃあまず、セミオートから、弾速を測定します。Check velocity check 3, 2, 1.96.6 メーターパーセカンド。ジュールは 0.93。 96.6 meters per second 0.93 by 0.2 gram BB. Next. 98.4. 0.97 joule. 99.9. 1 joule. まあ、オール持つと100ですね。あ、ちょうど100。Just 秒速100メーター。1ジュールですね。0.2 グラムだ。じゃあ、走射性をね、これはもともと工場出しのバッテリーですけど、8.4 ボルトかな。数百ボルトで 8.4 ボルトだと思いましたけど、操作性チェックしますね。毎秒 9.9 とか毎秒約10発ですね。1秒間に10発弾が出ますと。Round per second is 9.9, so almost 10 round per second by the original battery from the factory. I want to check. ちょっとこれをね、どけて、弾がね、あちこち吹き飛ばないようにちょっとタオルで後ろ止めてますけど。一回使った弾はね、もう使えないんで捨てちゃいますけどね。バッテリーをね、このリチウムバッテリー、Firefox のスーパーパワーっていうねバッテリー、1100mAh で 11.1V、これに変えてね、ちょっと走射性を再チェックしたいと思います。多分発射速度が、連射速度が上がると思うんで。で、それにはですね、電池の交換にはですね、ちょっと僕ね、片手しか使えないんで、ね、ちょっと、まずこの後ろの、これを開けますと。そうするとこういうのが出てきて、で、これをさらに、どっち側だっけな、こっち側に開けんだっけな、こっち側からこう開けますとね。そうするとコードが出てくるんで、軽くね、無理やり引っ張るとコードがね傷ついちゃうんで、軽くこれが工場からもともとついてきた、あと工場出しのバッテリーでニッケル電池ですね。で 1100mAh、 それは一緒だな。 1100mAh は一緒かな。そうですね、 1100mAh は一緒ですけど、これは 8.4V、 こっちは 11.1V、 ちっちゃいんですけどね、オリジナルのやつよりは。これがね、もともと工場出しのオリジナルのバッテリーでね、1234567個の乾電池みたいなものを組み合わせて作ったバッテリーですけど、これ 8.4V、 これは標準タイプ、工場出しなんですね。で、毎速 10m でしたよと。で、これに対してですね、こう押しながら引っ張ると外れるんでね、これをこれに変えてみますと、ちょっとボルトのもうちょっと強いね、11だから、3ボルトぐらい高い、この Firefox っていうメーカーのね、バッテリーに変えて、打ってみると、発射速度がどう変化するか。弾のスピードは変わらないですけど、その回転数が上がるんで、ボルトが高い分ね、たった3ボルト上がるだけでどれぐらい、発射速度が増すかね、ちょっと、見てみたいと思います。はい、これでセットが完了しましたので、またね、後ろに弾が突き抜けないように。じゃあちょっとね、11.1V のバッテリーで反射速度、先ほどは、約秒速10発でしたけど 3V 上げるとどうなるか。321、14.8、まあ約15発ですね。先ほど 8.4V のバッテリーを使用した時には毎秒約10発でしたけど、 3V 上げて 11.1V の電池に変えると、バッテリーに変えると約15発ですから、毎秒5発、多く、照射することが可能と。まあそれだけ、10発から、5発追加されただけでも、まあ、相手に当たるね、命中率ねっていうのは当たるわけですから、もうめちゃめちゃ速い回転ではないですけどね、もうもっと速いのは20とか25とか30とかありますけど、まあまあまあ、ちょうどいいぐらいじゃないですか。うん。だから、この M14 SOCOM も、バッテリーをね、11.1V に変えるっていうのは、まあ一つありかなと。うん。まあ、弾を長く持たせるっていう意味では、工場出しのままで、こっちのね、この 8.4V のままでもいいと思うんですけど、より相手に、当てる命中率を高めるには、まあ、5発でも10発、1秒間に10発撃つのと1秒間に15発撃つんではね、やっぱり、2秒になると、10発違いますからね、3秒になると15発違うわけですから、それだけ相手をヒットする確率は上がるわけでね、まあ、ゴルフと一緒で、射撃もかなり確率の部分があるんでね、うんということでね、うん、ちょっと弾速の方も 106.3 まで上がってますからね、連射にするとね、うん、まあなんかちょっとパワーも若干上がったりなんかして、バッテリーをね、用途に応じて変えるっていうのも、十分ありかなと、うん、いうふうに思っております。はい、まあ、これで一応弾速と、発射速度、発射回数ね、このチェックをしましたんで、次は、約 6m のとこから、どれぐらいの、命中精度があるか、これをチェックしたいと思います。発射のね、精密チェックをしたいと思います。まあ、初めにセミオートでそうですね、15発ぐらい撃ってみて、その後にオートで、フルオートでまあ、20発か30発か撃って、その精密度をチェックしたいと思います。So I'm going to check the accuracy of the rifle by semi-auto around 15 rounds and automatic 20 or up to 30 rounds So let's see accuracy of M14 SOCOM. Okay, let's do distance is about 6 meters ね、6メーターぐらい離れたとこからちょっと移動しますね。マイク的が結構ちっちゃく見えんだよな。毎回言うようですが、昔の銃はスコープ型とかないんでオープンサイトなんでね、非常に、的が小さく見えるんでどれだけ当たるかわかんないですけど、じゃあまず攻めようとシングルでね、シングルショット18発いきます。一応真ん中は狙いますが、どこに行くかは分かんないんで、集団性で見てください。はい、15発。何も考えず適当に打ちました。どうでしょうか。あ、ちょっと下に行ってるなこれ。かなり下に行ってますが、まあでもね、だいたい1センチ、まあ、マックス2センチ、直径1センチですよね。だから、2センチの輪の中に入ってますから、まあ、半径1センチには収まってるんで、かなり、よろしいんじゃないでしょうか。これですからね。2センチだよね。直径2センチもないな。直径1、まあ、この横幅があるから、まあ、直径2センチ、半径1センチってことだね。半径1センチの止まれば、まあいいんじゃないですか。ね。はい。じゃあ次、オートマチックで、20発から30発ぐらい、ね、やってみたいと思います。So next automatic around 20 up to 30 shots maybe. I can't count because it's two first. 1 second about 15 shots. So 2 seconds is about 30 shots. So the 2 secondsとか 2 seconds is a 30 shot 1 2そんぐらいの間ね、1 2 1 2これぐらいの感覚レベルね、1 2 1 2いきます。はい、今度は上に行ったよ。ちょっと今上狙ったからね、ちょっと上狙ったからね、よいしょ。まあ真ん中っちゃ真ん中で、やっぱり2センチ直径2センチ半径1センチで大体収まってますね。なんでまあ距離は短いですけど、非常に安定した、命中精度ではないでしょうか。ね。So it's even auto, full auto within the 2cm ring. So、半径って何て言うんだっけ、英語で。The half、1cm. Anyway, 2cm ring. So accuracy is okay because of long barrel, 450mm barrel generate accuracy. Okay. Next, maybe a little more distance, maybe 10 meter, and see more distance outside. Okay. またね、缶にね、水を満たして打ってみたいと思いますがね。まあ。いかんせんね、オープンサイトなんでね、どれだけ当たるかわかんないですけどね、まあ、約 10m ね、同じようにやってみたいと思いますがね。Now that、同じようにね、まあこれちょっと前のねトムソンの時のこれよりもちょっと細身でしたが、やっぱりね同じように水を満たして打ちました。初めね、数十発は確認したところ右の方にね行く傾向があるっていうのが分かったんで、サイトを調整して、まあ、その後ほぼほぼ狙い通りのところに行くようになりました。やっぱりね同じように、裏側の方はね水が充満してあったんで、その後ろの方はね数発抜けただけでほとんどの球は中で止まってましたね。いかに水の抵抗大きいかっていうのがねよくわかると思います。アメリカの軍用ライフル自動小銃ですね。これを見てまいりましたがね、どちらもいいと思っていただけた方はね、ぜひチャンネル登録と、高評価ボタンをいただけたら、ラッキーにつながります。来年あたりにまたおそらくまたもう二度と買わないと思ってもまた買うかもしれません。まあ、その時にはね、またお付き合いいただければと思います。それでは、良いお年をお迎えください。バイバイ。